よろしくお願いします。アサリ丼ですね。はい、来ましたよ。はい、今日は、京都宮津天の橋立、はい、来ました。文殊の神様のところまで来ました。はい、いろんな食堂があるんですけど、今日はとあるお店の丼を食べに行こうかなと目がけて行ってきたいと思います。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインに、たまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいでやす。どうもミスター京都、アクティブスタッフ京都 YouTube で初上陸の京都府宮津天の橋立じゃ、ここも間違いなく京都じゃ。はい、今日はね、こちら今からね、海鮮橋を渡ってね、天の橋立に渡るんですけども、そちらへね、むちゃくちゃ名物の美味しいものがありますんで、そこのお店に向かっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってください。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。チャイル天気やな、これいいっすね、この景色、海の見える京都はいいね。よっしゃ、行くぞ。渡ってきました、天の橋立公園。あー、綺麗やな、ほんま。散策コースや。さあ、行けた。とうとう渡ってきましたね。ほんで、これを渡ると、天の橋立公園で、橋立茶屋っていう食堂があるんで、そこで食べていきます。さっきの橋が商店橋って言って海鮮橋で、こっから大天橋を渡って、はい、天の橋立に入っていくんですね。これ、これ、なんかこういうふうに印刷されてるみたいな、このこういうなんかカラフルみたいな感じの、うん、これになっちゃってるのは海流のせいなんですか？あれ海流のせいで、だからあれがほっとくと、あのギザギザがもう真っさらになるわけです。で、あのギザギザがなくならないように。渡ってきましたよ、松林ですね。すごい、もう見えてくると思うんですけど、あ、これやな、橋立て茶屋。ここで美味しい丼がいただける。はい、来ましたよ、橋立て茶屋さん。はい、来ました、やってきました。これですね、あさり雑炊、あさりうどん。アサリ丼ぶり雑炊。いや、今日はこれですね、これがいただきたくて、ね、前から気になったんですけど、はい、やってきましたよ、これ。はい、ということでやってきましたよ。今日は天の橋立の橋立て茶屋さんの名物ですね、あさり丼。これが食いたくてね、前からね、舞鶴来るたびに来てたんですけど、大雨に打たれたりしてね、なかなか来れへんかったんで、今日やっと来れました。はい、ということで本日は天の橋立てのアサリ丼食らっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。来ましたよ、橋立茶屋さんの名物アサリ丼ですね。味噌汁、
何やろこれ、もずくか、もずくやな。ほんでそば、いいね、そばもついてるんですね、ボリューム満点やな。ほんでこれがあさり丼ですね。うおー、ボリューム満点ですね。あさりが大量に詰まってますね。うまそうですね。あっさりしててヘルシーで、いただいていきます。来ました、うまそう。あさり大量っすよ。もうね、磯のいい香りがしてますわ。ということで、いただきます。始め！そんなでしょ。お、味噌汁にもね、あさりが詰まってますね。いやー、これはいいですね。いや、ビール飲みたんですけど、ちょっとまだ朝なんでね。はい、朝なんで今日は飲みませんけど。はい。やけどね、ホッとするね。アサリの出汁が出て、うまい。これもずくっすよ、もずく。もずく、体に良さそうな。伊藤はもずくバゲームじゃな。ああ、様子が効いてるわ。うまい。うまそうやね。アサリ丼行く前にこっちバキムショ。あ、とろろも入ってるね。結構こだわりっすよね。これ見た感じね、あのちょっと黒めの硬いめのそばなんで、兵庫県の伊豆市そば的な感じに見えるんですけど、まあ、近くなんで多分そうだと思いますけど、バゲームじゃない。うまい、コシのある麺、だしもうまい。これとろろが入ってるからさらにうまみがアップして最高や。ほら、待望のあさりご飯、どんな味なのかな。こんだけ大量のアサリでこの料金やったら、まあ観光地にしては安いんちゃうかね。ようわからんけど、はい、あ、なんかもう出汁もしっかりご飯に吸い取ってるケース。ああ、もうちょっと軽い雑炊みたいな感じですねこれ。おお、いただきましょう。ご飯そのものにもアサリのエキスがにじみ出て、うまいね。もうまさに海を食らってるって感じのね。もうほんま磯の香りと貝の香り、うん、いいね。うん、プリプリのアサリ、ちょっとね、ランチにしたら量が少ない感じですけど、今10時オープンに来たんで朝ごはんなんでちょうどいい量。ちょっとまだ回りたいとこあるんで、うん、いやー、うまいね。この中に三つ葉も入ってね、その香りもまたいいわこれ。地感覚やな、ほんま。まあ、あのほんまに旅行に来られた方は旅館とかで、あのがっつり朝ごはんを食べられると思うんで、これぐらいの量はね、ちょうどランチにはいい量かもしれないですけど、はい。でもしっかりね、アサリが大量に入ってて、はい、いや、美味しい朝食でした。ごちそうさまでした。文殊の知恵の神様ですね、はい、文殊堂。これまたすごいやろ、文殊堂、知恵の神様、はい、奥にお堂がありまして、はい、食後の散策です。
僕のことをもっと大きくしてください。よろしくお願いします。はい、ということでごちそうさまでした。いやー、初のね、山の橋立て YouTube 撮影、橋立てジャイアンさんに来ましたけどね、うまかったですね。あんだけアサリが詰まってると値打ちありますわ。ほんで味はね、ちょっと薄口なんですけど、その薄口加減がそのアサリの旨味を引き立てる、はい、そんな感じのアサリ丼でしたね。いや、うまかった。まあもう一軒ぐらい行こうか。はい、ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。天の橋立てながらお届けしました。ありがとうございました。